やっぱり測探機は買い替えた方がいいな。東に150もずれてるなんてありえないだろ。でどうじゃったお宝の具合は。見立て通りだったのかレックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに損得勘定だけは早いんじゃな。うるさいなじっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。うわっ、びっくりした。こいつの家だったのか。レックス、心配ないって。今日の昼飯決まり？楽勝楽勝。見渡す限りの城、天空にそびえ立つ世界中を中心に広がる雲の海、それが俺たちの暮らす世界アルストだ。この世界ができる遥かな昔、人は世界中の上に住む創生の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷。人はそこを楽園と呼んでいた。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。あえ、七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。オッケまただ。最近多いよね。うん、増えたな。人は誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そっか。なあじいちゃん、岩崎村もいつかはあんな風になるのかな。今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃろ。じっちゃんも
それがわしらアルスの定めじゃからな。抗ったところでせんかたない。人が住める場所どんどんなくなってる。じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。さあな、伝承ではそうなっとるが、わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あるのかな、楽園。アルストを作った神様が住むっていう。世界樹の上に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら、皆安泰じゃの。争いもせんで済む。あるといいな。そしたら村のみんなもこの世界を見て、神は何を思うんだろうか。よし、仕事に戻ろう。今日の成果は十分だな。じいちゃん、人を呼ぎ、アバリティア商会に向かってや。今から監禁か。わしゃもう寝る時間なんじゃがの。わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。まったく、アルス使いの荒いやつじゃ。じゃないか。救急はどうだい。悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ。荷上げは商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。おい、前金だってのに。また俺がどやされるじゃないか。わしゃ財布は持っとらん。だろうね。すごい、あんなに大きいのに悪い線じゃないぞ。到着。ああ、ここだったのね。
私の力存分にお使いください。そんだけ？無理言わないで。もこれでも上乗せしてあげてるもん。軍需物資なら割り増ししてあげるんだけども。休戦してたスペルビアとインビディアは今じゃ開戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらズンとか儲かるのに。もうもったいなも、もったいなも。でどうするも。いいよ、それで200は今、残りはいつもので。わかったも。送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるも。うちのバカ息子にも見習ってほしいも。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。じゃあ頼んだよ。あいも、お任せも。レックス。プニンさん、久しぶり。相変わらず生きがいいじゃなかった。威勢がいいも。まあね。で、何の用？新しい仕事？まあそんなとこだも。ところでレックス、お前確かリベラリタス島諸軍の矢崎村出身だったも。ああ、そうだけど、それが何か？すぐに会長室へ行ってほしいも。え、なんで？バーン会長がお前のことをお呼びだも。会長が俺を？来てくれたも。アバリティア商会会長のバーンだも。ああ、はじめまして。プニンから随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも。それを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだも。会長自ら俺に仕事の依頼を？報酬は10万ゴールドだも。10万？聞いて驚いたも。ちなみにそれは手付金も。成功報酬はさらに10万プラスだも。合わせて20万。マジですか？やります。このレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前、依頼の内容は聞かなくていいも？ああ、そうだった。で、どんな仕事なんですか？本当に大丈夫かも？もちろん大丈夫です。まあいいも。話は直接聞けも。入れるも。はい。
ドライバー、それにブレード、すげえ、初めて見る。依頼内容はある物資の引き上げだ。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも、それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。へへへ、悪い気はしないな。子供のサルベージャー？シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ？なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよ。レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なこと、何卒ご容赦を。ビャッカ、あんたまた余計な口出しよ。よせよニア。まあ気持ちはわからんでもない、そして確かめるのもたやすい。なっ、いきなり何するんだ。なるほど。メツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。言わずとも思っていたろ。で、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツどこで覚えた？ちっちゃんに教わったんだよ。小さい頃から遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない、度胸もまあまあだ。ま、しっかり働いてくれ。もうもう、なんともやかましい連中だも。手付金もこれで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行けも、そこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも。わかりました。というわけだからさ、行ってくれや。2、3日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ。じゃないわい。そんなわけのわからん仕事を引き受けおって、依頼主の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。おい、待つんじゃレックス。レックス。Thank you.
よっと。腕が鳴るね。たっ、だ。行ってきまーす。余計なものまで連れてきちゃったかな。よし、やってやる。総動バッシュ。お宝回収。よっと。たっ。
よっと。だ。いいよ、相手になってやる。よっちゃん、なかなかいいじゃない。どんなもんだよ。コンセントレーション。よっちゃん、見つかった。言った通りできたじゃない。アンカーソフト。いいかね。このまま私のそばに。いいね、それってやっぱりすごい。当然の結果ね。
この力で君たちを守る。到着。ああ、ここだったのね。ねえ、私いびきかいたりとかしてないよね。渦潮を出すのか。会長も豪気だな。この程度の船で何感動してんのさ。本当に子供なんだから。子供とか大人とか関係ないだろ。この船の凄さが分かんないのかよ。世間知らずはめんどくさいって言ってんの。同い年くらいのくせに偉そうに。あ、そこのロープ、踏んづけてると出航の時に巻き込まれて足がちぎれるぞ。嘘だけど。あんたね、世間知らずはお互い様みたいじゃないか。
出航するぞ、レックス。別に見送りもいないんだろ。夜から見張りだ。それまで中で休んでろ。了解。じゃあな。到着。ああ、ここだったのね。ん？港にいた黒い船、ついてきてるのか？なんだよ、結構寒いな。お前。お前じゃない。ニアって名前がある。下で酒盛りが始まったんだよ。ちょっと付き合え。ニアは酒が嫌いなのか？酒は嫌いじゃない。けど、酔っ払いは嫌いだ。ふーん。じゃあサルベージャーにはなれないな。なんで？船には酔うな。
酔うなら酒だ。サルベージャーの合言葉みたいなもんだよ。くったらない。転職する気も起こらないよ。ま、そうだよな。ドライバーならサルベージャーなんかよりもっと稼げるんだろう。あんたはレックスでいいよ。レックスはなんでサルベージャーをやってるのさ。あれさ、世界中がどうかしたのか。サルベージャーをやってるとさ、いろんなものを拾うんだ。誰かが落としたもの、誰かが残したもの、どれもが一度は死んだ者たち。最近アルスの数もめっきり減ったろ。この前も一体大型のアルスが沈んでいくのを見た。たくさんの動物たちを乗せたまま俺たちの暮らせる場所はどんどん減ってきている。俺たちもいずれ一度は死んだものになる。けどあそこには楽園がある。あんたマジで信じてるの？楽園伝説で、サルベージャーってわけ？あるわけないじゃん、そんなもの。あれはただのでっかい木だよ。あそこに行ける道具か何かが見つかるかもしれないだろう。いいじゃないか別に。でもさ、数少ないアルセや資源を奪い合う必要もない。大地が沈む不安に怯える必要もない。みんなが安心して暮らせる場所、そんな場所があるって夢見ちゃいけないのかよ。別に夢見るのは勝手だけど。へえ、みんながね。なんだ、人間ってのはもっと自分勝手な生き物だと思ってたけどね。レックス、親は？いない。俺が小さい時に死んだってじっちゃんたちから聞いた。じっちゃんってアーツを教えてくれたっていう？ああ、俺をずっと育ててくれた。人間じゃないけどね。人間じゃない。なんだかよくわかんないけど、そのじっちゃんとかに感謝しな。え？あんた悪かないよ。私と一緒だな。原子到着。各作業員は持ち場につけ。サルベージャーは装備を整えてハッチに集合。震度450の沈没船の中だ。雲海中に没したままの船内を探索するのは困難なので、フロートとクレーンでまずは船体自体を引き上げる。その後に各班に分かれ船内を探索。目標を発見次第回収作業を開始する。ではまずはフロートの取り付け作業からだ。配置につけ。高い金払ってんだから。偉そうに。
行。かなりの年代ものだ。それにあれは推進機かな。あんな形のもの見たこともない。どこの国の船だ。見てくれば情報通りだな。問題は中身か。固定完了。内部探索に移行する。見事な手際だった。なかなかやるじゃない。本業をなめるなって。各班、準備のできたものから侵入開始。さて、俺たちも行くか。お前も来い。え？こいつも連れて行くっていうの？シン。お前らだけじゃ不安だとよ。な。何ぼーっとしてんの？言われたろ？ついてくるんだよ。任せてくれ。活躍を約束する。
お宝回収。すげえ、あれがブレイドとドライバーの力か。まったく、どっちがモンスターなんだか。やっぱり頼りになるな、ドライバーは。白子もお疲れ。あんな雑魚相手に浮かれてんじゃないって。そうだけどさ。ガキがいつまでもじゃれ合ってんじゃねえよ。行くぞ。年上がみんな偉いのかよ。じいちゃんは年寄りは敬えって言ってたぞ。年寄り。あのクラスの化け物を簡単に。やはりただものじゃなかったもん。スペルビアでの大事業も順調だし、こいつはいい金づる見つけたもん。だんだんこ。楽勝楽勝。手を貸すつもりはない。スクリュー、アッツ。この調子ならどんな相手にも打ち勝てるはず。心強いね。さっきの怪我大丈夫か。余計な気遣いは無用だ。俺たちの力見せてやろう。邪魔だ。どいつに。はっ、ストロングスマッシュ。この程度のことで気を乱すのではない。しっかりして。お宝回収。よし、やってやる。好きにやらせてほしいんだ。力がみなぎってくる。心強いね。悪くない場所だ。よし、やってやる。任せてくれ。
君には傷一つつけさせないつもりだ。楽勝。刀の錆にもな。いただき。お宝回収。お宝回収。いただき。よっと。たっ。だ。いただき。悪くない場所だ。いただき。たっ。
こっから先は通さねえってか。面白え。手加減なしでいこう。ゴミ掃除の手加減。ストロング、スマッシュ。うわ、死ね。コンセントレーション。見ろよ、シン。あの紋章、アデルの紋章だ。アデルの紋章って何のことだ。おい、その扉を開けろ。え？この扉はお前たちでなくては開かん。俺たちじゃなくてはってどういう。いいから早くやれ。こっちは大金払ってんだぜ。なんだよ、お客だからって偉そうに。どうやって開けるのかな。これ。扉を開けるスイッチか。やっぱりか。待て、奥にもう一つ扉がある。行くぞ。なんだあれは。間違いない。天の聖杯だ。天の聖杯？小僧！そいつに触るんじゃねえ！悪く思うな。せめてもの情けだ。この先の世界を見ずとも住むようにだ。運び出すぞ。ニア、モノケロスを呼べ。
悲しい音。え？止まないの。ずっと、ずっと昔から。止まないって、あの鐘のこと？アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって…ここは、楽園。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして、私たちの故郷。え、嘘！ここが…クリスタル、君はブレイド。私の名前はホムラ。え、俺は知ってます。レックスでしょ。どうして俺の名前を。さっき私に触れてくれた時に。さっき、あれ、そういえば俺なんでこんなところに。あなたは死んだ。シンに胸を刺し貫かれて。シン、胸を。思い出した。俺はあいつに。大変だ、みんなが。このままじゃ紹介のみんなが。ダメだ、俺死んでるんだった。くそ、死んでさえいなきゃあんなやつ。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。楽園って、ここじゃないの。ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。本当の楽園はあなたたちの世界。アルストの中心に立つ世界樹の上にあります。記憶、幻みたいなもんか。でも無理だよ、俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。天の聖杯のドライバー。それってどうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある？レックス、あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう、楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。私の胸に手を。え？いいの？
ニア、やれ。やれって。そいつらの命の代金はすでに払ってある。俺らが天の聖杯を手に入れたっていう話、知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。できないよ。この人たち関係ないじゃん。おかしなことを言う。お前、自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。けどさ。めんどくせえ。もういい、俺がやるわ。何？くっ。後ろからとは卑怯じゃないか。それが大人のすることかよ。ほら。はい。行くよ。はい。いい、俺がやる。悪いな小僧、あいつの力をそうホイホイ使わせるわけにはいかないんだ。俺が相手をしてやるぞ。来いよ、天の聖杯。お前、どけ。やめなよ、メッツ。相手は子供じゃないか。子供だ。冗談はよしな。こいつは特に天の聖杯のドライバーだ。天の聖杯のドライバー、レックスが。ありがとう、ホムラ。どういたしまして。続き、いきます。ああ。早く！ゴリア！メツ、受け取れ！やってよ！お前の相手は俺たちだ！と言いたいところだが、その瞳の色、もっと注意しておくべきだろうな。何のことだ。教えねえよ。ストロングスマッシュ。どんな相手にも打ち勝てるはず。やるじゃねえか。天の聖杯をそこまで扱えるとはな。
けど。死に乗るなよ、小僧。やっ承知。何？なんで邪魔をする？頭イカれてんのかニア？イカれてんのはそっちだろ、子供相手に。お前自分の立ち位置分かってんのか？分かってるよ、けどね。面倒くせえぞニア。はーい。じゃあいい立ち筋してるじゃねえか。オムラ、思い出す500年前を。その姿どういうつもりだ？やはり目立つか、楽園を。それが私たちの望みです。ならさせるわけにはいかねえな。しぶといな小僧だが、それもここまでだ。くそ、なんだ。しっちゃう。わかった。レックス。行くぞ。落ちるなよ。逃がす。撃て。戦士回答、手法用意。無駄だ、射程外。チェー。
げ切りやがった。戻るぞ。追わないのか。目覚めたのならそれで十分だ。あとは義経に探らせる。そういうことか。